姉妹ラジオのんべんだらり始まりました。のんべんだらりです。こんにちは。こんにちは。あのおかげさまでお誕生日を迎えまして、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。なんか毎年私のお誕生日の話をするんやけどあ、そう、毎年しとる。去年もしたよね。なんかしたか、したかも、うん、なんかな、うん、したけど、まあ、じゃあしてないかもしれんで。はい。今年も、あの、はい、関係各所の皆様に祝っていただきまして、うん、無事、41歳になりました。はい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 、やる。はいってなるのに。いや、あのさ、うん、はい、ちょっと、あかねちゃんに、ちょっと聞きたいんやんけど、うん、はい。うん。あかねちゃんは、私とあかねちゃんが出会った当初は、自分の誕生日は大嫌いって言っとったん。うん。覚えとる？うん。好きじゃなかったと思う。うんうん。大嫌いじゃなかったかもわからんけど、うん、なんかお祝いとかされたくないって言っとった気がして、うん、そんな印象があって。うん、あ、言っとる言っとる。よく言っとるよね。だから、何ていうの、毎年その誕生日が来ると、うん、エミちゃんがおめでとうって言わな、私は言えやんの。あ、そうなの。あ、ちょっと待って。あ、じゃあ私も言ってもいい？あのさ、うん、はい、私の誕生日が3月13で、あかねちゃんは525って、うん、なんかあの真ん中挟む、うん、313525って挟むっていうのすっごい覚えやすいと思っとったんやけど、うん、あれあかねちゃんの誕生日の2日ぐらい前に、うん、あかねちゃんがなんか何やったかな、誕生日を祝ってもらえ、早々と誰かに祝ってもらったみたいな LINE が来て。うん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 。うん。さあ、正直そこで気づいたんや。あ、俺じゃん誕生日やと思って。うんうん。もう525やと思って。それで思い出したって。だから、もっちゃん、あかねちゃんがそれ言わんかったら私多分、私もだからもっちゃんも、あかねちゃんおめでとう言わんまま、私が言わんかったらもっちゃん言わへんで。危ないところやった。そう、それで思い出した。ああ、そうなん。いつも毎年言っていいんかな、これは。嫌がっとんのに。ああ。だから、私、おめでとうとかじゃなくって、うん、40、例えば40歳になったねとか、ああ。という事実、おめでとうを言ってないような気がする。41歳ですねみたいな、んのやなりましたねみたいな、ちょっと事実だけを述べる、ごめんね、まずに事実、ちょ、めっちゃ面白いなでも思う、私も別に私がめでたいわけでもないよなって思うで、これからそれにしよう、うん、41歳になりましたねこれからは健康に気をつけてくださいみたいな。もうそれはいいね。もう今年ぐらいからだいぶ私も丸くなったのか、もう鋭くなくなってしまったのか、っていうか、もう本当に一部の人しか私のお誕生日を知らない。そうね。楽で、うん、なんかもう祝ってもらいたいな、この人にはっていう人しか祝ってくれなくなった。じゃあいいことやな。うん、めっちゃわかるを連呼している人がいる。わかる。もうさ、ええもん。嬉しいけど、おめでとうって言われるのは私は。うんうん、私、うん、なんやろう、やっぱり自分にしか興味がないんかわからんけど、おめでとうって言っちゃう。言ってくれた人のお誕生日を覚えられない。本当、ね、わかる。ね、うん、だから覚えられないね。うん、エミちゃん、あかねちゃんはやっぱりこう、あい、なんていうの、覚えやすいんやけど、他の人が覚えられなくって、で、私こう数比で人の誕生日を足して、なんか、ね、計算してやったりするんやけど、うん、で、そのあの人が数比の何番かっていうのも覚えられないのね。うんうん、だから。なんかこう、誰々さんって何番でしたっけみたいなこと言うと、え、私、元子さんと一緒の7ですけど、とか言って、なんか盛り上がったじゃないですか、とか言われて、あ、ごめん。それは無理、それは無理さ。無理やね。
じゃあ、向こうは1かもしれんけど、もっちゃんはもういくつも見とね、そら無理よ。とか、そういうのがあって、ねえ、まあ、誕生日なんですけど、まあ、あかねさんの誕生日にですね、私が、プレゼントも事前に買っとった。はいはい。私よりも全然段取りが早い。私はもうあの二日前から急いで準備し始めたで。あの、あかねちゃんとえみちゃんと猫店に行ったの覚えてる？行った。あの時に私買ったん。猫店の帰りに。そうなんや。見たわ。私その時に、もっちゃん陽気買っとるなと思ったんやわ。そう。あの、猫店が近鉄であって、近鉄の無印で、こう、あかねちゃんにこれはぴったりわ、私のおすすめやわっていうパンツをですね。そう、もっちゃん、その時パンツ持っとった。ほんで、私それどこに売っとんのって聞いたもんね。そうそう。あれは、もっちゃんのじゃなかったよね。あ、自分のもある、あったんやけど。あ、だから多かったんやね。そうそう。大きい、よっぽど気に入ったんやな。で、えみちゃんはその時、私買う余裕、時間内で、またもうやめた。で帰っていったんやけど、私はそこでもいつ近鉄また来るかわからんからと思って、もう買ってさ、準備もしとったん。結構早々にじゃあしとったね。そうなん。そしたらですよ。ね。ある事情により、あかねちゃんがちょっと無印良品の服を着るのはちょっと抵抗があるっていう、まあこういう社会問題があって。で、それが本当誕生日の2日前とか？あ、そうやね。私が多分バタバタしとる時、もっちゃんもバタバタしとったやね、きっと。2日3日前とかやったような気がする。で、やっべえと、これ渡せやんってなって。私はその時に何をあげるかは伝えてはなかったけど、あかねちゃんが今までちょっと気に入っとったもの、洋服とかあったけど、ちょっと抵抗があるっていうことを言ったから、よかった、私まだ渡しなくてと思って。これ渡した後やったらもう泣きながら捨てとったわ、あかねちゃんが。じゃあ、もちろん結局、あの数だけパンツを自分で使っとる、使うことになったってことでね。そうですね。あの、自分に2枚、あかねちゃんに2枚あったので。自分のが4枚やって、スペアができたってことだよね。よかった。そうそう。だから今まで元ってやつ全部捨てた。ちょっと面白い話やな、それ。全部気になった。よかった。よかった、よかった。で、あの2日前から、じゃあ別のものを探そうってなったってことやね。その別のものも、パンツ。名前やってもいいからね、本当に。本当、ナンバーあっても名前やってもいい。困りませんからね。そう、困りませんからね。本当に、それはね。そう。で、あとは、えみちゃんが送ったものは、ちなみに。あ、私は2日前に、はい。わ、あさってやんと思って、やばいと思って、あれ、もうそんな日やったと思って、その日にちょうど、あれ、もうちょっと前に分かったんかな。今、お仕事に行っとる、観光梅さんっていう酒蔵があるんやけど、普通にあるんやけどね。で、そこの梅酒がすごく美味しくって、私もリピートを5回ぐらいしてるのね。で、うち用にも買ってきて、うちの妹用のところにも買ってあったスペアが 2本あった。で、妹のところにはあげたん、先に。で、25日ちょうどまたそこの観光梅さんに行く用事があったんな。で、この今冷えとるこっちをあかねちゃんに渡そうか。それとももう一回25日に行った時にもう一回買ってこようかって迷っとって。うちの夫がですね、もう飲みたいのをあかねちゃんの誕生日に取ってこうと思ってずっと取ってあったね、そっちの方を。で、どうしようどうしようって言っとって、もうこれままこれ持ってこうかって言っとったんやけど、結局またもう一本買ってきて、そっちを渡したんやけど、その美味しい梅酒をあかねさんにプレゼントしました。はい。はい、ありがとうございます。はい。はい。で、そこで私は気づいたんですよ。うん。はい。私、去年つけた梅酒をまだ開けてないということで。そうだよね。本当にそれを忘れてしまうんかな。
あね、覚えとるの、あるのはわかるし、毎日見るんやけど、そうやな。それを、いつ開けるのかっていうことを考えて生きてなかった。うん。ああ、みんなあれはいつ開けるの？だいたいどれぐらいつけんの？ 1 年ぐらいつけんの？なんかね、早いと、なんか数週間で飲めるらしいんやけど、へー。うんうん。でも私はこう飲みたくてしょうがないとかじゃなくって、うん。あの、発酵食品と一緒で育てるのが好き。育てとる感覚あるもんね、発酵食品って本当。そうな。うん。そう、それで梅酒の瓶を開けたらさ、うん。なんかこう雑菌が入りそうです。早く飲まなあかん。そういう印象もあって、うんうん。うん。そう思うね、なんか。てやんな。やけど、うん。怖くで、それで、あかねちゃんとえみちゃんに分けようと思って、うん。うん、そしたら瓶がないし。で、ペットボトルでもいいよって言われたけど、うん、全然いいよ。なんか、多いお茶とかの中に入れとっても全然可愛くないやん。可愛さ。可愛さ。可愛さか。で、たまたま家にあった、こう、うん、なんかココナッツオイルの空き瓶で、可愛らしいのできた。そうそう、たまたま、うん、朝取ったら出てきたから、それであげたけど、分けたけど、朝取ったの。うんうん、ありがとう。絶対どっかにあると思って、朝取ったらあった。うん、同じのが2個も。そうそうそう、うん。あ、同じの4つぐらい出てきた。うん、で、ちなみにそれの、飲んでくれましたか？はい、はい、今ここに私は、今日いただいたので。どうです？はい。美味しい。美味しいよ。美味しい。すごい美味しい。うん、で、うん、私結構さ、もっちゃんが5倍ぐらいに割ってねって言われて、うん、5倍ぐらいに割って飲んで、うん、あ、全然これならいけると思って、グビグビ飲んだら、うん、結構回るなってことに今気づいとる。そうな。今回っとんね。今回っとんの。だって35度だもの、うん。でも飲んだ感じはそんなわからん。グビって言いながら。うん。わからんよね、うん。うん。私はスプーンですくって、あ、そかそか、スプーンで一口飲んで、あと水で薄めたら、うん、あの、これはやっぱり薄めやん方が美味しいなっていうことになって。あ、そうなんや。これからはもうやっぱりスプーンで、スプーン一杯？うん、そう。なんかさ、健康食品みたいやね。ミキプルーンみたいな。うん、ミキプルーンみたいね。そうやね。うん。美味しい、でも本当に。うん。今年もまたつけるんやもんね。うん、楽しみです。うん。うん、去年はね、梅をね、500グラムでつけたん。うん。けど、今年は梅を1キロ。うん。で、あ、2キロか。うん、だから4倍できる。すごいできるね。4倍できます。もとこさん、うちにたくさん今、空き瓶があるので、よかったら、いくらでもあります。うん。あの、そう、だからもうさ、瓶残しといて。そうやな。うん、とこは残しとくわ、うん。これに入れてくださいって。入り口細いやつはさ、上部がいるでさ。うん、いるな、いるな。うん。うんうん、上部であっとる上戸で他に何が何と間違えた何かなと思った他にえロートって何やったロートっていうよ私はロートっていうけどロートも合ってる、うんうん、ロートとジョーゴは一緒なんか一緒なんじゃない大きさぐらいが違うの分からんけどジョーゴロートロートうん本当やロートもあるようちいくつかなぜかいくつかあるちょっとびっくり。ロートって感じで、漏れるやよな、これ。漏れる一斗缶やんな。そうそう、一斗缶。ロート、ジョーゴ、両方同じ字で。え何え嘘 えロートで、ジョーゴって読むのえあれ、ロートって漏れる一斗缶やろ。ロートと書いてジョーゴと読むのええジョーゴと書いてロートと読むの、うん、だってなんか、え、これどういうこと？ウィキペディア、後で見といて。なんかそんな、うん、よくはその漢字が書いてあって、ロート、ジョーゴって書いてあるで。ロート、ジョーゴって読むの、うん、ほんと。出てこない今私、ジョーゴの声やったら、ロート出てきた。ロート出てきたやろ、出てきた。うんうん、すごい。賢くなった。賢くなったね。なんかまたこう、なんか脳トレしたよね。若返ったね。うん、お誕生日も悪くないね。悪くない。
悪くないね。うんうん。うんうんうん。いや、飲むはちょびっとずつ飲む、二つとも。そうしよう。もう、うん、うん。ちょびっとずつがいいね。梅がさ、美味しすぎてさ、うん、なんかもう、夕方ぐらいになるとさ、梅が飲みたい。うん、梅、梅、梅ってなるの。ああ。超上やつ。うん、そうなんかいやでも私梅酒飲むやん張り切って、うん、めっちゃ飲みたいから、うんうん、飲んだらもうめっちゃ体がさもう危ないのなんかもうあお酒私多分あかんなと思うんやけどうんど動悸がもともとなんか高電源かなんかで動悸がもう3倍ぐらいになって押し寄せてくるんやそれちょっとやばいねやばいな、うん、なんかね血の気も引いてくるのね、やばいね。ね、だって、うんうん、だからスプーン一杯ぐらいやったらいいんかなと思って、うん、スプーン小さじ、うん、ちっちゃい、ちっちゃいスプーンにするわ。うん、そうだね。大きいスプーンも諦めて。うん、あの、陽明酒みたいな感じで飲んで。そうやね。そうする。うん。うん、そうやな。そうや。いや、もうめっちゃ美味しい。ほんと、ほんと美味しい。もう、あともっちゃんに梅干しももらったんよ。ああなんかさそれで梅ジャム作る人おるんやろ。え梅干しで。あどっちの梅干し。それ梅酒つけた後の梅干しがさ売っとったんその酒蔵に。うん。ああそれも美味しそうやね。で私さそれはもう、うん、私は全然な用途がわからんくってで一緒に売っとる人がそれ買ってったんな。で、ジャム作りがすごく上手な人に、これあげてジャムにして戻してもらうんや、とかって言うとったで。あの方やろ。そうそうそう。じゃあ、それ買ってって、どうするんですかそれって聞いたら、ジャム作りがさ、上手な人からその人に預けてくるでさ、って言うとった。ああ、でも、な。あの、梅干しつけるときって、うん。梅と塩を瓶に入れとくと、うん。なんか梅からエキスが出てきて梅酢っていうお酢なんやけど、そうかお酢みたいになってすごいお酢ができるんやんか。あで梅干しを作るときそうやってしてあるんやん。そう美味しいよね。へえ。でそのでもさその梅干しには梅酢って使わへんから梅酢は捨てるっていうか、うんうん、いらんのね。でも梅酢ってそんなにさ梅酢がさ1リットルとかできても困るんよ。え？どうしたの？困るやん。うんうん。そうやな。困るわな。梅酢あるよ。梅酢できるよ。梅酢。梅酢。梅酢ではさ、マリネみたいなにはならんのかな、うん、なるんちゃうかな。暇からね、適当にもう、憶測で喋るしかない。もう、それをググったらいいんちゃうかな。そうやな。まあ、ググってもさ、うん、やってみてよ。まあ、そうしようか。やってみようか。うん。うん梅酢って言うと梅酢和夫が出てきたわ。で梅酢は割と早くできるから、うん、あそうなんね。あそっかそっか、うん、じゃあ梅酢できたらちょうだいよ。瓶持ってくるまた、うん、せやな。あ、うん、梅酢はペットボトルでも良さそう。せやな。うんうん、可愛くなくても良さそう、はい、うん、いいね、はい、梅酢はね、うん、はい、ということで赤手ちゃんおめでとうございました、はい、ありがとうございます。41歳になりましたね。あ、そうやと。41歳でしたね。41やったな、はい。うん、そうです、うん、はい。はい。おかげさまで。はい。おかげさまで40歳から入れる、うん、介護の保険に入りました。そうや。そうや。おすすめ。おすすめっていうか、介護してくれる人に払えるお金が入るっていう、うん。そんな保険あるんや。でも40歳からしか入れやんの。ああ、そうなるんや。そう、なんか、それよかったらおすすめ。すすめられた。はい。はい。そんなそんなこんなで。はい。はい。いいお誕生日でした。はい、よかったです、はい。はい。もう、梅、もう誕生日イコール梅ってなって、なんかもうババーって感じでいいね。パンツか梅っていう時点でさ、もうなんか。ほんとやね。ちなみにこう、梅は毎年行くんで、はい。
行く楽しみです。はい、毎年、贈答しますので、はい、お願いします。ありがとう、もう、はい。ありがとう、嬉しいです。はい、ということで、今年の私のお誕生日のお話はおしまいです。また来週。はい、また来週。来週。